今日は真壁石の採掘の作業の安全の祈願祭を行いました。真壁の石は歴史的にも古く500年以上取っているというような情報もございます。山で取れる石は重くて硬くて危険もありますので、過去には悲しい事故もございました。安全に作業できることが一番だと思っておりますので、祈願祭を行いました。ぜひその茨城に採取する、地元に採取する石があるということを皆さんに知っていただいて、何かこういうものを作りたいということがあれば、組合にでもご連絡いただければお答えもできますので、よろしくお願いしたいと思います。